水谷優子ですロビン・フッドここはイギリス・シャーウッドの深い深い森ここに暮らす弓の名人キツネのロビン・フッドは弱い者いじめをする貴族や欲張りな金持ちから奪ったお金を貧しい人々に分け与える正義のヒーローでした相棒はクマのリトル・ジョンです この日も二人は何かを企んでるみたいあらこの二人はいったいロビンフッドたちの変装作戦大成功リチャード王の弟プリンス・ジョンは兄の留守をいいことに税金を絞り上げ人々を苦しめていたのです今さら気付いても遅いよね プレイヤーは何も知らない原始人へ指示を出し、伝説のマンモスのステーキへと導いていくリアルタイムシミュレーションゲーム。原始人への指示は画面上のアイコンから一つを選択。と、指示というよりはむしろヒントを与える感じ。その後の行動は原始人次第で、プレイヤーは彼らの行動や仕草をただただ眺めるだけなの。だけど、ここがゲームのツボ。 マンモスのステーキを食べさせるという最終目的なんて忘れちゃうほど変化していく原始人の生活を眺めるのが面白いのひとたび原始人との生活を始めたならきっとあなたもこの感覚が神様の気分だろうなーなんて感じちゃうこと間違いなし埼玉の大型カーショップオートアレックスさっての安心車検は今がお得 車検をご予約実施していただいた前着300名様においしいお米をプレゼント価格もトリプル割引でとってもリーズナブル車検もやっぱりオートアレックス今日は私注目のドラマの元気な人たちに出会って何でもかんでも マリシンチです似てねーあよいしょあよいしょ世の中不景気だけど奮発して大きなチョコレートケーキ用意してきたのこれをつよし君にプレゼントしたらきっとつよし君喜んでこう言うわどうもとありがとううわー